現在、ちゃんと見えておりますでしょうか。はい、見えております。施設長の荒木でございます。基調講演というほどのことではないのですけれど、ロイス DS での4年間というタイトルで話させていただきます。本日はデータサイエンス共同利用基盤施設、私ども DS と呼んでおりますので、DS と呼ばせていただきますけれど、DS の公開、報告会にご参加いただき、どうもありがとうございます。実はタイトルをどうしようかと考えたのですが、私が新型コロナウイルスがちょうど、その感染症が拡大が始まった2020年の4月にこちらに参りました。それで、それからの4年間ということで、こういうタイトルにさせていただきました。どうも回想録のようなタイトルで申し訳ないんですけれど、単なる回想じゃなくて、少し私の考えを入れながらお話しさせていただきたいと思います。特に、この2年間、施設長として、DS を見てまいりましたので、そこを中心にお話しさせていただければと思います。初めての方もいらっしゃるといけませんので、簡単に DS の説明をさせていただきますけれど、これが、立川にございますデータサイエンス棟でありまして、ここに DS のいくつかのセンターが入っております。それから推進室、事務室もこの棟の中にあります。DS の設立目的は、大規模データの高度な解析により、科学や社会の課題を解決するデータサイエンスを全国規模で有効的に推進するための共同利用、共同研究の拠点となることであります。先ほど機構長も簡単にご説明されましたけれど、ここに、ロイスの法人のですね、中期の流れが書いてあります。中期6年間、1期、2期、3期、現在第4期の2年目でそれで、4つの研究所が1つの機構に、一緒になりましたので、最初はその研究所間の、融合しようということで、融合センター、融合プログラムというのが走りまして、2期の途中から、融合と同時にですね、データ中心科学リサーチコモンズ事業というのが始まりました。で、この流れを受けまして、第3期にできたのがデータサイエンス共同利用基盤施設 DS であります。で、そこに書いてありますように、この紫のところに書いておりますけれど、こういう内容のことをやっているということで、実際3期末におきましては、ここに書いております6つのセンターができております。データ共有支援として、ライフサイエンス統合データベースセンター、それから極域環境データサイエンスセンター、社会データ構造化センター、人文学オープンデータ共同利用センターというのはデータ共有の支援をすると。それからデータの解析支援ということで、ゲノムデータ解析支援センターとデータ同化研究支援センターが入っております。ここまでに3期末までにこういう状況でございました。それで第4期では、さらにこれ組織改革をしていこうということで、文部科学省に対して概算要求をいたしました。で、これはその概算要求の図であります。で、ここでは、ここに書いてあります。大きく分けて2つ。実際にはいくつかのセンターと拠点を作ろうという要求をいたしました。で、データサイエンス教育育成拠点というのは、DS 施設と各研究所の連携により、様々なレベル、分野のデータサイエンスの人材育成をする拠点を作る。それから、バイオデータ研究拠点と、あと2つに関しましては、それぞれのセンターに対応するようなものを作っていく。特にバイオデータ研究拠点は DS 施設内の、センターと遺伝研の連携、あるいはそれの統合によって世界レベルの研究をサポートする
バイオの研究をサポートするセンターを作ろうということであります。で、この2つに関しましては、実際に概算要求が認められまして、そのセンターができています。で、さらにここで書いていますのは、日本文化ビッグデータ研究ハブというのと、研究コーディネーション・インキュベーションセンターを作る。で、日本文化ビッグデータ研究ハブというのは、人文学との共同研究でそういうセンターを作るということですけれど、現在、人間文化研究機構の方に、デジタル化のセンターができております。それからですね、実際の研究拠点、あ、失礼、人材育成のは、こういうふうにずっと、それぞれの研究所とか、人間文化まで通したような教育や育成の拠点となるということで、東数研と TS の、共同のもとに進めております。それからバイオデータに関しましては、遺伝研とそれから DS の共同のもとに進めている次第です。それから、先ほど出てまいりました、コーディネーション・インキュベーションセンターというのは、これちょっと書くところがこうなくて狭くなっていますけど、実際全体に通したようなもので、C&I センター構想と言ってまして、これは残念ながらまだ認められておらず、できてはいません。日本文化ビッグデータに関してもそうです。従いまして、第4期、昨年ですね、令和4年度には、先ほどの6つのセンターに加えて、データサイエンス教育育成拠点、それからバイオデータ研究拠点のこの2つの拠点を立ち上げることができました。で、バイオデータの研究拠点に関してはもう今年の2月、昨年度末に立ち上げたところです。それでですね、簡単にこの2つご説明させていただきますけれど、先ほども説明いたしましたように、データサイエンス教育育成拠点というのは、データサイエンスの人材育成プログラムを連携し、期間を超えたシナジー効果を発揮するようなものを作る。で、ここで、階層性のある、データサイエンスをやる人たちのこの最上層を作っていくという考え方であります。東数研を中心に進めていらっしゃいますデータエクスパートの事業ではだいたいこの辺りまでの人を作ることなんですけれども、もっと上位の人たちを教育して、データサイエンスの研究者がを養成することができる人までも作り上げていこうというアイデアであります。それから、バイオのところですけれど、ここでは、実際には遺伝研の DDBJ センター、それからその情報系のところと、DS 施設内の、ライフサイエンス統合データベースセンター、ゲノムデータ解析支援センターを、この第4期の中間期、令和7年度中に統合して、一緒に活動しようということで、実際にはデータ収集、DDBJ はデータの収集をしておりますけど、それをプロセッシングして使いやすくし、いろんなネットワークを作るという DBCS、ここはやっていることと組み合わせながら進めて、日本のバイオデータベースの窓口のなるような拠点を作りたいと考えております。実際、国内でバイオって言っても結構いろんなデータベースがあったりしますので、ここに行けばどこへでもつながるというような拠点となることを目指しています。それから、それが令和4年度でありますけど、令和5年度になりまして、先ほど機構長がおっしゃられました、もう一つの新しいセンターが増えています。これは情報研からのお申し出もあり、人工知能法学研究支援センターというのがここに加わりました。これが7つ目のセンター。で、このセンターは、名前を聞くとお分かりになるかもしれませんけど、ここにありますように、AI によって、
人工知能によって法の問題を解決すること。こちらですね。それから、AI によって起こる問題、人工知能によって起こる問題、人工知能を使うことによって起こる問題を法的にどうするかという、この2つの問題を解決する、あるいはそれに関連したことを支援していくというようなことを考えたセンターで、昨年末にできました。で、この活動に関しても、後ほど説明があると思いますので、よろしくお願いいたします。これが、今までの大まかなヒストリー、DS のヒストリーと、どういうものがあるかという説明ですけれど、DS の活動といたしましては、この成果報告会、4回目ですけれど、それに加えて、今年度に関しては、もう2つ行っております。ので、紹介いたします。一つは、DS 研究交流会というのを行いました。DS 研究会、これは内部中心なのですが、私、施設長になってから、それぞれのセンター間のコミュニケーションをもうちょっと取りたいということで、セミナーをやっていただくというのもいいですけど、ちょうど、コロナの感染症が下火になってきて、片付いてきましたので、対面で、ポスター形式で行いました。これ10月末ですけれど、もう久々の対面の会議ということで、非常に、皆さん楽しんでいるときで非常にエクサイティングで、久々の会でありました。で、目的はですね、センターそれぞれに違った項目に対してチャレンジしてるわけですけれど、データサイエンスの手法で似たようなものを使っているところがあったりしますし、そういうものの、共有が分かる、あるいはディスカッションができるということで、実際話を聞いていますと、そういうものが見つかってくるということが分かりました。今後ともこういうことを進めて、中でより相互作用を高めていければいいんじゃないかと思っています。もう一つは、国際会議であります。これは区域環境データサイエンスセンターを中心に開催された国際会議で、インターナショナルシンポジウムオンデータサイエンスの2023というものです。で、これ、本年度はアジア圏でのオープンサイエンス。に関するネットワークを作るというサブタイトルになっています。で、実際の発表、ディスカッションを聞きますと、アジア圏内、主都市アジア圏内の各国の現状、取り組みを知ることができました。また、これ、ハイブリッド開催でありますけれど、対面でこれだけの方が参加しておりまして、それなりというか、非常によく、交流をすることができたと思っています。これ実際2020年度に前回やったのですが、その時は、新型コロナ感染症のため、安全なインターネット上での会議になっているので、随分と違ったのではないかと思います。これが大体ですね、少なくとも今年度に行いました DS の活動であります。それでもう少しだけお話をさせていただこうと思うんですが、DS の説明は以上ですが、実際2年、先ほど申し上げましたように、2年前から施設をやっておりまして、その施設長をやる前にですね、ちょっとプレゼンをしろと言われて、そもそもどうして DS をしていくのかという話で、最初に言われましたのは、まず施設の運営ですね、を責任を持って良好にやってくださいと。で、施設の将来計画の策定を指導することって言われまして、それに対して何か考えることがあれば、まず述べてください。それから、いくつか質問がありまして、それに答えてくださいということで、話させていただきました。これ、2年前の状態にどんなかったかというのを、ちょっと
見ていただきたいのでお話申し上げますけれど、これは DS の施設運営に関してです。で、センター間の連携をまずは必要なんじゃないか。この施設長になる前に2年間、施設の中で話を聞いていまして、各センターの中で結構共通の部分があるように思いましたので、発表会をしたらどうだということで、それが実際にできたのが先ほど述べました、昨年の10月のもので、結構良かったと私は思っています。それから、見える化ですね。これはまあ、データサイエンスのこのセンターが外からそんなに見えてないよ。思えるので、まあ、共同研究、広報、あるいは学会に行って展示をして、こういうことがやってますというようなことも進めているわけですけど、そういうことを、続けていくと。非常にマンパワーがあるわけではないですので、すごいことを仕掛けるということはできませんけれど、それを順調にやっていくしかないでは。それから研究所との連携ということですけど、研究所と連携しないと DS はやはりやっていけません。特に機構内の研究所ですね。で、ここに今後も議論って書いているのは別に研究所との連携を議論するんじゃなくて、研究所と今後、今までもやっていますけど、議論を進めていく必要がある。それから3期からやはり変わらないといけないというのは、独自なものを作り上げないといけないんじゃないか。ここはキュリオシティドリームって書きましたけど、まあ、中にいる人たちが、の興味に基づいた研究も必要ではない。と言いますのは、データサイエンスというのは、先ほどのコーチのお話もありましたが、非常に一般化してきている。で、データサイエンスの、ここで何が特徴的なものが出てくるのか。まあ、キュリオシティドリブンでもいいし、ニーズに基づいたものでもいいのですが、オリジナルなツールを何か作り上げたりして、それを提供していくことをしないと、ここの存在意義はなくなっていくんではないかということで、こういうことをやりたいということを申し上げました。それから先ほど出てきたデータサイエンス教育育成拠点、それからバイオの拠点ですね。で、この時は日本ブッカビッグデータ研究ハブ、そういうものを作っていく。いうことです。それから、アライアンスっていうのは、これは4つの機構がございますけれど、その中でアライアンスを作って共通のことをやっていくということになっていまして、その中での立ち位置ですけれど、実は、情報システム研究機構はアライアンスの中で、まあ、データサイエンスの推進を担うというふうに書いてありまして、で、その中で特に DS がその中心になるように書いてあるんですけれど、とは言われましても、先ほども来申し上げてますように、データサイエンスが非常に一般化してきていますし、こちらもマンパワーそれほどあるわけではないので、あまりに大きな負担は無理ですので、できる範囲でというふうにやらせていただきますというふうに申し上げました。それで、およそこういう立場で進めているつもりです。それから、これはですね、質問が来たもので回答って書いてますけれど、これ実際に使ったスライドですので、そのままですが、その DS 内の分野のバランスはどうするんだというふうに質問をされました。私、2020年に来る前は国立天文学研究所におりましたので、生物系はまあわかるだろうが、それ以外とのバランスはどうするのか。で、私の回答は基本的には分野のバランスは必要だろうと考えるけど、やっぱり社会的な要請とか、新しいものが出てきたときは必要なものを作っていくということが一番重要だと思いますので、そこに重点は置きたいと。申し上げました。それから CD の変で、CD というのはこれコーディネーターなんですけれど、コーディネーターと呼ぶ人たちが現在3人おります。センター数7つですから、一部のセンターにしかいないんですけれど、まあ、概算要求でもコーディネーター要求してるんですが、そういうコーディネーターが全体のセンターに、まあ、一人いるような形がいいんじゃないかとは思いますけれど、まあ努力目標としてやらせていただく
いうことです。それから CI センター、これはコーディネーション&インキュベーションセンターの略ですけれど、先ほどの概算要求の中に出てきて、現在まだ認められていません。で、その将来構想はどうなんだという質問がございまして、社会的に、あるいは学問的に必要な領域というところで新しいものを作っていく。それともう一つは、研究所の中で作りにくいようなものを出していただいて、思い切ったチャレンジをできたらと。そういう場所に使えないかと。で、それが将来的には、日本国内の大学全体とかですね、そういうところに、コントリビュートできることになるんじゃないかという話をさせていただきましたけど、残念ながらこれは、お金の問題で現在はできていません。それから、戦闘官や機構内研究所とのコミュニケーションを強化する必要性、あるいは具体的な展望はあるかと。具体的な展望ということはなかったですが、基本的には研究所あっての DS である。機構内の研究所にかなり、本部に抱っこ、先ほど、データサイエンス棟の中にいくつか、センターがあると申し上げましたが、それ以外の多くはですね、研究所に場所をお借りしているわけですので、研究所のあっての DS でお互いにコミュニケーションを取るしかないと。で、特に、じゃあどこの分野を尖らしていくのかという、やっぱり研究所とも議論を重ねる必要があるだろうというのが私の考え方です。それから国際集会をどうするんですかって言われて、もちろん今後も必要に応じて開催しますと。知名度の向上をどうするのというのには、先ほどすでに見える化で述べましたけれど、マンパワーに限りはありますけれど、いろんな手段を講じていくと。そんで、それは今までもやってきたところで、少しずつ浸透していければと考えているというふうに述べました。で、これ、先ほど来言ってますように、できたもの、できないもの、5割以上はやっていると思いますけれど、こういう状況で、が2年前の状況で、現在が5、6割できたかなと思っています。それで、今後ですね、私はこの3月で辞めますので、このセンターがどうなるかということなんですけれど、先ほど来、機構長もおっしゃってたように、データサイエンスってもうどこにでもやってると。もちろん、この DS、あるいは情報システム研究機構内のデータサイエンスが非常に進んでいるというのは一つの特徴ですが、その特徴を出すためにはやはり独自なものを作っていくと、先ほど言いましたように、独自の研究の中から生まれてくるものをもっとうまく使う。あるいは社会的なニーズに応えるものを作っていく。ということがまず必要だと思いますし、また広く捉えればデータサイエンスでもう本当に私は実験系の人間ですけど、データサイエンスなしでは進めないようなレベルまで来ていますので、広く捉えればどんな分野だってデータサイエンスという言い方だってできますので、非常に尖ったチャレンジングなものをここでやっていくというのも一つの手だと思っています。これは私の拙い感想ですけれど、この4年間を振り返ってということで、ここで、これでおしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。以上。